ありがとうございます。そしたら、次、後半の方に入っていこうと思うんですけれども、はい、伝えたいことのとこですね、うん、お母さんはいつも祈ってるよ、あなたに愛が届くように。で、まあ、今回いろんな伝えたいことを話そうかなというふうに思っていたんですけど、はい、やっぱりこの3人の共通点っていうのが不登校、うんうん、あのフレンズ俳句でまさかこの不登校っていうテーマで話せる時が来るのかって言ったところで、僕はすごく今回ワクワクしているところなんですけど、もちきくんが不登校歴が、14歳から18歳ですね、うん、でもこの番組を見ている人たちが僕ら3人が元不登校やったとは思えへんぐらい今多分明るく笑顔で喋っていると思うんですけど、まあもちきくんが4年、はい、でつまさくんが昔小学校6年生から実中学校2年か3年ぐらいですね。3年から4年ぐらい。そうですね、はい、まあ、でこれで MC をやってる僕が多分一番短くて半年ぐらいの不登校歴なんですけれども、もちきくんのやつを聞くと、うん、あの徐々に徐々に行かなくなったっていうよりは、うん、本当にずっと学校に行けててスパンと、そうですね、不登校に入るパターンやったんですよね、うん、そうですね、もう、うん、元から学校めっちゃ嫌いやったんですけど、うんうん、まあ遅刻とかはめっちゃ繰り返してたんですけど、うん、なんとか行けてはいって、うん、でもう無理ってなったのが中学2年生の14歳の夏休み明けの始業式の翌日から行けなくなって、始業式は行けたんですけど、その次の日からもう起きれなくなって、で、まあ、親が、まあ、僕の兄がいるんですけど、7つ上の、うん、兄も不登校になってたんで、まあ、うん、寛容にというじゃないですけど、対処慣れてて、あ、そうかって言われて、うん、で、まあ、温かく見守っていただき、まあ、中学、不登校のまま終えて、うん、3年間ぐらい、ニート引きこもりをしてまして、うんうん、18歳になるかならないかの時にちょっとまずいなって思って、人生このままじゃいけないって思って、はい、通信制の学校高校に通い始めまして、なんか僕も運よくというか頑張ったのか3年で通信制を卒業できて、はい、まあ周りの人は留年する人とかも結構多かったりするんですけど、まあ卒業できて、そのまま美術系の京都の精華大学っていうところに入学して、大学には6年いたんですけど、大学は通信じゃなくて普通に通学で、そうですね、通学で、うん、で27歳ぐらいの時に卒業しました。多分ね、こう不登校を経験してない人とか、うん、なんかこう雑誌とか新聞の、その文面でしか不登校っていうことを知らない人って、うんうん、多分不登校の人ってこうちょっとネクラで、うんうんうん、こうすごいなんかこう悲観的で、うんうん、ネガティブで、うんうん、オタクでみたいなのが、うん、もしかしたらどっかにあるかもしれないですけど、うんうん、僕は通信制でずっと教員をしてたから分かるんですけど、うんうん、めちゃめちゃ陽気だし、うんうん、人生にもすごいこう、なんやろ、希望を持ってる子たちもいっぱいいるし、うんうん、でもなんて言うんですかね、その得意分野というか、うんうん、得意ジャンルがこう、なんていうか、守備範囲はそんなに広くない、うんうんうん、狭いけど本当に奥まで、そうですね、奥までこう追求するようなパターンの子が多いから、うん、その子の興味のあることのお話を、話題を振ってあげると止めどなく行くんだけど興味ないところに話を持っていっちゃうと、うんうん、みたいな、もう完全にスイッチオフみたいなことになるので、はいはいはい、そこを触ってるだけっていうふうに思ってもらった方がいいんじゃないかな、そうですね、うん、で僕の場合は、はい、このサブカルチャー漫画とかめっちゃ読んでて、美術が好きになってってなったら、うん、一つの分野極めてったら、極めるっていうか、まあ突き詰めてってったら、うん、やっぱ壁が出てくると思うんですよね、うん、例えば美術やったら、美術をちゃんと伝えるためにはちゃんと国語を学んでなきゃいけないし、うんうん、
し、英語もいっぱい出てくるし、うん、し歴史とかもめっちゃ重要やったりするし、物理も、うん、科学も数学もってなってくるんで、結局勉強っているなっていう感じ、逆説的に、そうですね、うん、なんで例えば写真やったらちゃんと現像、あのフィルムカメラの現像しようと思ったら、すごい露光液、あの、うん、液体とか僕もよくわかんないですけどすごい化学的な液体を混ぜて現像するとか、うん、それは気温であったり温度であったり変わってくるっていうのって物理とか化学のしかいるっていうので、多分一つのことを突き詰めてったら、美術に限らず写真に限らず好きなことに限らず何かしら壁っていうのが出てきて、多分野にその道があったりするんじゃないかなって思うんで思います。はい、で好きなことを極めていった結果、科学が必要だとか、うんうんうん、歴史が必要になった時に、うんうん、そこはもうスイッチが入ってるから、勉強を人にやらされる勉強ではなくて、うんうんうん、自分の中から湧いてくるもので勉強してるから、ね、うんうん、この自分の中から火ついたものって、うん、なかなか消えないんですよね。そうですね、うん、だからこれが一番大事やと思うんですよ、うんうんうん、でもそれがないまま勉強させられたりするから、うん、歴史嫌いとか、そうですね、数学嫌いになっちゃうわけで、うん、なんか本当にもちきくんのこあそれを中から出てきてるもので勉強って大事やなって思った人っていうのは強いと思います。そうですね、うん、だから不登校になることで、うんうん、不登校になるぐらい悩んで考えた結果、うんうん、そこにたどり着いてる人ってそれは強いよなって。そうですね、うん、一回立ち止まってそれをちゃんと見て、うんうん、もう一回走り始めるわけだから、うんうんうん、だから僕は不登校ではなく充電中ってやっぱ言ってるのはそういうことで、うんうん、まさにだなって、うんうん、だから不登校っていう経験をしたから俺って不登校なんやじゃなくて、うん、あの不登校の時をもう一回しろって言われたら絶対せえへんけど、うんうんうん、でもあの経験があるから今の自分があるっていうふうに思えてる不登校生は強いし、うんうん、面白い話してても、うんうん、なるほどっていうふうには思いますよね、うんうん、そうですね、うん、つばさくんは、はい、あ僕の質問いいですか。あ全然いいですよ。つばさくんは不登校の頃って何をしてたとか記憶ありますか。はい、そうですね、うん、まあ家で何でしょう、ゲームをしてたりとか、うん、あとやってたのは何でしょう、その何だろう、その時も写真やってましたね。なんか周り返しをして写真を、まあその時一眼レフは持ってなかったので、うん、スマホではあったんですけど、うん、スマホで写真撮ったりとか、うん、だからその時は写真に親しみがあったというか、うん、写真を撮ってる、相棒やったよね、相棒ですね、うん、なんか写真を撮ってると気持ちがなんとなく落ち着くみたいな、うん、なんかこの写真っていうことで非現実的な風景とかを撮ることによって非現実的な気持ちになれる、うん、バランス取ってたよね、バランス取れるってことですね、うん、なのでそれは家の近くとか。そうですね、家の公園であったり、公園の、うん、あのもみじの木であったりとか、桜であったりとか、もう四季折々のものを撮影してました、うんうん、今もそうなんですけど、うんうん、あ多分自分の現実とバランスを取るものっていうのをなんか見つけるんやろうね、はい、そうですね、多分探すんやと思いますね、うん、だから多分一回そのくじけたり、うん、そこを見てて、でそれの対処方法を持ってるから、うん、これからの人生でそういう同じような壁にぶち当たったりとか、うんうん、そこを見た時には対処方法を持ってるから、うんうんうん、だから一回不登校とか一回こう引きこもった経験のある人って、うん、僕は逆に強いよなって。だから何て言うんですかね、うん、骨に例えると骨一回も折れてない人よりも何回も骨折してる方がこう強くなりますよね、うん、骨って。強いですね。確かに。だからそのなんか折れない強さっていうよりは折れても復活する強さっていうのを僕は持ってるんじゃないかなってめっちゃ思う。しかもめちゃめちゃ傷ついてるし、めちゃめちゃ痛みを知ってるから、すごく人にも僕は優しい人が多い気がするんですよ、不登校を経験した人って。で、そうですね、うん、じゃあちょっとクエスチョンに行っていいですかね。はい、お願いします、はい、もちきくんとつばさくんにとって
はい、不登校って何ですかね。どんなものですかね、不登校は。不登校、うん、そうですね、不登校っていうのはやっぱり学校に行かないではなくて、うん、行けないで行く意味を感じ取れなくなった、その周囲からのいじめによなどによって、うんうん、行く意味が感じれなくなった。でも、うん、行く意味が感じれなくなったから家でできることをしようというふうに思えるものでもあると思うんです、不登校って。うんうんうん、だからその自分のゆったりする時間を持つこと、うん、持つ時期であったりとか、うん、なんて言うでしょう、その人に優しく、うん、なんでしょう、接していけるようなきっかけが不登校なんじゃないかなと僕考えてます。うんうん、はい、その自分自身をゆったりしてリラックスすることで次どういう方面で進んでいくのかっていうことをじっくりと考えていけるような、まさに寺師先生が言っておられたその充電中っていう言葉はとても合うと思います。うーん、はい、まさに充電をして次に生かすための時間だと思ってます、僕は不登校って。あ、うん、だからよく言うのがその不登校っていうのは病気でもなければ、うん、その状態であるっていう風に言われる方が多くて、水も固体っていう状態の時もあれば液体っていう状態の時もあれば気体っていう状態の時もありますよねって。だからその子にとっても学校に行けていた状態もあれば学校に行くのがしんどいっていう状態の時もあると。それが不登校なだけで何も別に悪いことでもないし、うん、大人でもだってね、しんどい時は有給取ってキャンプ行ったりとか、そうですね、一日寝てたりとかするわけで、うん、だから子供たちっていうのはもっともっと精神的にまだまだ未熟な部分もあるし、うん、大人よりも充電が必要な存在やと思うんですよね、うん、で特にそういう例えばいじめにあってるとか、うん、あ、学校の先生に心ない言葉を浴びせられてるってなったら、めちゃめちゃ電池減ってる状態だと思うんですよ、うんうん、その0%とか 1% の状態で学校に来なさいっていうのは逆になんか僕は危ないよねって、うんうんうん、思うので、まずはしっかり充電してからですよねって、うんうん、いうふうに思うので、うん、不登校イコール悪ではないし、不登校イコールダメな子、劣等生っていうことでもないんじゃないかなっていうふうにも、うん、思いますね。もちき君はどうですか、不登校。うん、めちゃくちゃ、僕の人生にとっては有効な時間やったんですけど、うんうん、まあこれめっちゃむずいと思うんですけど、推奨はしないっすね、はい、うん、わかります僕もです推奨、もしもいじめられてるけど教育受けたいとか勉強したいっていうのがあったら100、まあ僕は 100% いじめてる側が悪いと思うんですよ。100、うん、まあむずいですけど、うん、まあいじめてる側の方が悪いと思うんで、その原因を取れるんやったら親とか先生とかに相談して排除できて気持ちよく学校行けんやったら学校行ってる方がなんかいいんじゃないかなとは思います。それが無理なんやったら学校変えるとか、なんかいろんな選択肢が、まあもちろん不登校っていう選択肢もありつつ、うん、なんか、まあ、学校行けるんやったら行ける方法をなんか探ってほしいなとは思います。うん、もちろん不登校がダメっていうのではもちろんないんですけど、うん、っていう前提でそういうことを感じました。なんかその不登校の子だけが不利益を被ってしまうっていうのもなんか違うよなって、うん、そうですね、確かに、うん、思うし、不登校、しかもその不登校っていう言葉の中にやっぱネガティブな、そうですね、言霊がすごく大きくて、なんかその子がダメみたいな。でもこれって全体的な問題だと思う。その学校全体の問題かもしれないし、そのクラスの問題かもしれないし、だからいろんな問題がそこに包括されているのに、あたかもその不登校になった子だけが悪いみたいなニュアンスが出てしまうのがなんかすごく僕は残念だなって。でもう一個がその不登校で充電できてる子は僕いいと思うんですよ。でも逆に家にいることで放電してしまってる子もいると思うんですよ。あ、そうですね、充電器を挿す気すらなくて、ただただその
今残っているそのスマホで言ったら充電をただただ放電してそのなんか浪費してるだけ、うん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 、だからせっかくというか不登校っていうことを経験したんであれば、うんうん、充電するっていうものに時間にしてほしいなと思うし、うんうん、さっきのモチキングが言ったように有意義な、うん、振り返った時にあの不登校の時があってよかったなっていうふうに思えるぐらいの時間にしてもらえる方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね、うんうんうん、そうですね、僕は結構あの結果有意義やったんですけど、うん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 、あの多分まあ電池に例えたらゼロに限りなく近い時って有意義なことしようっていう元気もない、うん、余裕もない余裕なか、うん、なんでもほんま疲れてたらぼーっとしてもいいよっていうのは言いたいですね、うん、なんか確かに有意義なこととか役立つこととかっていうのはほんまにご機嫌じゃないとできないと僕は思ってるんで、うん、確かに、うん、なんでちょっとあの放電してるかもでももう無理ってなったら休んでいいと思ってます、うん、確かに、だから今ちょっと充電無理ってなったら、うん、もう充電をやめて、うん、そのそこを没頭するぐらいというか、うん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 、なんかっていうのでもいいんじゃないかな、だからそうそうで充電できるなって思った時にガンって充電して、うんそうですね、チャージしたらいい話で、うんうん、ずっとずっと充電していかないといけないっていうわけでもないので、うんうん、僕もそうじゃなかったので、うん、自分の不登校の時は、うんうんうん、そろそろ、次週ゲスト紹介のコーナーに行こうと思うんですけど、翼くん9つの出目はいけましたか？バッチリです、 OK です、じゃあ順番に上げてってもらっていいですか？はい、はい、お願いします。1つ目ご機嫌でいる、2つ目関係性、3つ目現代美術、4つ目自分のためと決める、5つ目ご縁、6つ目周りとのつながり、7つ目美術芸術、8つ目遊び、9つ目情熱です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしたらルーレットを回しますので、まず、はい、持木くんに、あれ、はい、あ、行けへんな、いつも行くのに、スタート、はい、翼くんにストップお願いします。はい、はい、スタート、はい、ストップ、あ止まった、来ました、出目はちょっと待ってくださいね、なんか広告が入った、よいしょ、ご縁、はい、ご縁、見えへんかったけど、はい、ご縁という出目に止まりました、うん、ということで次回のゲストはもちきくんの友達だったりお知り合いで、はい、ご縁というキーワードで思い浮かぶ人をつないでいただこうかなというふうに思っています、はい、ありがとうございます。はい、もちきくんが次、ご縁というキーワードでどんな人をつないでくれてる、はい、くれるのかっていうのを楽しみにしながら、また次の、ゲストさんと数珠つなぎでバトンをつないでいっていければなというふうに思っています。では皆さん、また次の水曜日8時どんなゲストと僕が喋るのか、またテラチゲストは誰なのかっていうのも楽しみにしながら待っていただければなというふうに思います。皆さんそれまで、さようなら。おらんくなって居場所をなくした、感情を家で爆発させてた、意味なんてなくて虚しさが募って、ただ誰かに助けてほしい。